オリオブスさんチャンネル。食べ込んできましたか。はい。早く食べ込んできました。じゃあ次、猫をですね。はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。全力で、まあ思い切りはなくていいんですけど。こんな感じで手を伸ばしてください。もうやばくないですか。今自分がどこまで行くかっていうのをまず確認しましょうか。で、覚えておいてください。ここに自分の指をグサッて刺して、で、そこから刺したままですよ。刺したまま折り曲げて、うわっ、どれも曲がるぜ。はい、手を伸ばしてください。あ、どれも曲がるやん、これこれが体の使い方です。どれも曲がるよ、これも違うよ。はい、で、これがこう動いて、骨盤がこう動いて、で、そのまま曲げて、手を伸ばしてるからこそ柔軟性が上がったと。柔軟性というよりも自分の体をうまく使えてるかどうか。はい、さあみんな、その準備の時に、じゃあ先みたいにこうやってグッてやりましょうか。頭だけじゃなくて、この辺も使ってグッてやって準備をするんですね。はい、それだけでなんか力入ります。じゃあ曲げて伸ばす、最初に曲げたんですね。じゃあ伸ばしていきましょうか。はい、じゃあいきます、せーの、1。これどっちが入ってるのか。曲げる時に力入ります。2、3、4で、つま先上向けてください。5、6、グッてやってくださいね。1、頭と一緒にですよ。8、9、10、つま先上向けてください。1、2、皆さんもっといい息吐きましょうか。3、強く吐きましょう。4、へそに向かって強く吐いてください。5、6、7、8、9、続けますよ。10、偉い。1、まだ続けますよ。2、3、皆さん続いてるの分かります。4、5、皆さん続いてるんですよ。6、7、8、9、はい、10。じゃあそれぞれのキープを行ってください。どうぞ。
じゃん。で、そのジュンさん休憩しなさい。はい、じゃあ、確かに。はい、マットの上でまたジャンプしてマットの上でちょっとだけ心拍数上げていきましょうか。はい、ちょっとだけじゃあ足を上げてください。どうだね、どうだね、ちょっと心拍数上げていきましょう。リベラさん、今どんな呼吸してますか？はい、もっともっとスピード上げましょう。今の倍のスピード上げましょう。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、はい、ジャンプしてください。10、9、8、7、6、5、4、3、はい、走ります。よーい、スタート。それはもっとスピードを上げましょう。10、9、8、7、6、5、4、3、2、はい、ジャンプしてください。はい、呼吸皆さんどうなってますか。手の感じの力。お互い力入ってますか。5、4、3、2、はい、走りましょう。よーい、スタート。はい、皆さん、呼吸どうなってますか？その前のお腹のブクッと出してる。この状態を固定させたまま、呼吸が上がる。5、4、3、2、はい、ジャンプしてください。はい、皆さん、呼吸どうなってますか？スピードをもっと上げましょうね、皆さん。5、4、3、2、はい、頭下げずに、はい、皆さん今から鼻から吸って口から吐く、鼻口、これを50回口から吐いてください。ふう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 って吐いてください。50回です。よーい、ふう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 で、できるならさっきのお腹向け意識してくださいね。で、口で吸うんではないんですよ。鼻から吸って口から吐くんですよ。ふん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 。終わった方は立ってくださいね。重ねて。やばい。頼むわ。頼むわ。ラスト10秒にしましょう。10、5、9、8、7、6、いいですね。3、2、1、はい、OK です。はい、お疲れ様です。素晴らしいな。いらねえよ。チャンネル登録よろしくね。